どうもレゴラジです。早速このコーナーから。教えてレゴラジ、質問コーナー。本日は翔太様からのご相談ですね。再来週レゴスピードチャンピオンを買うんですけど、おすすめとかありますか？なるほど、スピちゃんですね。いいのがありますよ。今流行りのスピちゃんといえばこれしかないでしょ。あとは、日産車以外なら何でもおすすめですよ。よろしくお願いします。本日はこちら、モンキーキッドのミニフィグセットです。レゴストア等のみの販売だと思います。価格は1700円くらいでした。このミニフィグセット派、後々高値になりがちなので、早めにゲットしておくのがおすすめですよ。57ピースでミニフィグが3体組み立てられます。このセットはラジコンカーの競争のようですね。あれ？アミーゴ級に出てこないし。1袋に説明書1枚でした。57ピースなので、おそらく簡単に組み立てられるでしょう。ラジコンカー、気になりますねー。それでは本日もよろしくお願いいたします。ボブ、モンキーキッド、ねー。小さいけどかっこいい。ヒーローカラーですね。ここで完成、と思ったら、こんなにブロックが余ってしまいました。57ピースでも間違えるレゴラジ発令。完成です。それではごゆっくりどうぞ。もう一度見てみましょう。モンキーちゃん、なんて顔。こっちの方が好き。ちょっとまだ名前がよくわからないんですが、ブルクローンボブっていうのかな。顔以外は同じでした。姉ちゃん、こちらの姉ちゃんは七国山病院へ歩いて入かないです。表彰台ですね。レゴレーサーでは見かけます。小さいけどめっちゃかっこいい。ポリゴンっぽいけどこれもいいですね。これがラジコンカーなわけです。ちょっと気になったんですが、これ見てください。ミニフィグの形してますねー。もしかしてこれを使えば、あんなことやこんなことができるのでは？ちょっとやってきますね。お待たせしました。あれから24時間経ちました。アイス作ってきましたー。といっても、水にマンゴーシロップを入れただけですけどね。グミとかも作れるのかな。
成功ですね。まあ、知らない人が見たら、なんだかよくわかりませんけどね。レゴラジハ大興奮ですよ。ちょっと見にくいですが、手とかの形もちゃんとあります。プラケース派ちゃんと綺麗に洗ってから使用したので、食べても問題ありません。ちなみに、正規でアイスキャンディー用の型もありますので、そちらの方をおすすめしますわら。ということで、レゴラジクイズの答えは、マンゴー味のアイスを作った、でした。え？味ですか？めっちゃ薄かったです。ご視聴ありがとうございました。